それでは皆さん、私はこれで失礼します。ごゆっくり。案内してくれてありがとう、マルシラック。あの、ご用件は？おい、ナビアのやつ、なんで黙ってるんだ？らしくないよな。今さら来てごめんなさい。あの件があってからどう向き合えばいいのかわからなくて。そのことならもう謝る必要はないわ。夫が死んでからスピナディロースらは見舞い品とモラをたくさん送ってくれたじゃない。償いの気持ちはちゃんと伝わってるから。でもそれはジャックさんの死と比べたら取るに足らないものでしょ。私にはわかるの。不可解な事件のせいで父親を亡くした気持ちが。分かってない。どう向き合えばいいかわからないって言ったのは、ふさわしい見舞い品を渡せそうになかったからなの。だってあんたたちの、それに私の胸の使いを取ってくれるものは事件の真相だけでしょ。うん。ごめんなさい、あなたにそこまで言わせるなんて。そんなに罪の意識を持つ必要なんてないのよ。夫が遭遇したことについて私もこの子もある程度の予想がついてるの。ねえ、あんたたちの知ってることを教えてくれない？パパがジャックさんを撃つなんて私には信じられないの。ええ、夫の稼いだお金が真っ当なものじゃないってことは分かってたわ。あの人は何度もこう言ってたもの。もし戻れるならこの道を絶対選ばなかったって。夫はとても後悔してた。家庭という言葉をちゃんと理解していなかった。モラさえあれば何でも手に入ると思ってたってね。だからカーレスさんが訪ねてきた時、夫は二つ返事で引き受けたの。でもどんなに用心を重ねても結局は上の人間に気づかれてしまったわ。正体がバレたってこと？パパはそんなこと言ってなかった。パパが言ってたのは恩をあだで返してはいけないってことだけ。あの日夫は出かける前に他に選択肢はないと言ってたわ。後になって気づいたけど、それが夫と交わした最後の会話だった。本当のことはわからないけど、私の中ではそれが答えだと思ってる。だから負い目を感じるべきなのは私の方なの。昔も今もカーレスさんにはずっとお世話になってきたのに、夫を撃った時もきっと正当防衛だったんだと思うわ。だからあの人を憎むことなんてできないの。ねえ、パパはいいことをしようとしたんだよね。どうして悪者扱いされてるの？いい人になろうとしたのに、どうして最後は悪いことをしなくちゃいけなかったの？聞いて、真実はそうじゃないかもしれないの。あんたはパパがいい人だってそう思ってるのよね。うん、パパはいい人だよ。世界で一番優しいの。じゃあそれを疑うことなく信じてあげて。いい人が悪いことをしたんなら、その裏にはきっと意味があるから。彼があんたに残したのが傘であっても剣であっても、それはあんたに生きてほしいと願って残したものなの。うん。教えてくれてありがとう。必ず真実を突き止めてみせるよ。目の前の現実に私は甘んじるつもりはないから。ええ、こちらこそありがとう。そう言ってもらえて安心して。あなたの性格はカーレスさんと全く違うけど、あなたたちが口にする決意は本当に似てるわね。そう？そんなこと初めて言われたけど。
平気。私のことは気にしないで。次はあの3人の容疑者を調べに行くんでしょ。フローレントはすぐ近くにいるはずよ。ティエリーとマーセルおじさんはフォンテーヌ邸の街中にいると思う。向かいがてら気持ちの整理をしとくから安心して。こんにちは。何かご用ですか、ボス。歌劇場で事件があったのを聞いたでしょ。あの審判の場で水になった人がいるの。ええ、そのような大事件には記者が一斉に飛びつきます。噂もすぐに広まりましたよ。でね、思い出したの。パパの事件があった日、外は雨が降ってて、現場には服が残ってたこと。相棒が助言してくれてね、パパの事件をもう一度洗ってみる必要があると思ってるの。あの夜、何があったのか思い出してみてくれない？そうですね。あの日カーレスさんはすごく喜んでいました。テーブルの横で私たちと飲みながらおしゃべりしていたのを覚えています。その後カーレスさんは風に当たってくると言って外に行かれました。その時はあまり気に留めなかったのですが、突然外から銃声が2回も聞こえてきて、最初はカーレスさんが襲われたと思い、私はホルスターを持って外に飛び出しました。ただ駆けつけた時にはすでに手遅れで、カーレスさんは人を撃ち殺していたのです。私たちはどうしていいか分からず、その場で呆然としてました。銃声が2回、確かにそうだったんだね。はい、警察隊の話によると1発目は外れて2発目が当たったそうです。ただそれは少し妙だと思いました。何せカーレスさんの銃はテーブルの上に置いてありましたから、外へ出る前にわざわざ確認したんです。ですが警察隊員はカーレスさんが他の銃を持っていた可能性もあると言ってました。先ほど現場に服が残っていたと言っていましたが、それはつまり現場には溶けた第三者がいたということですか？少なくとも私たちの立場から見るとパパは人を殺してない。だから2丁目の銃を持つ必要だってないの。その銃はジャックのものか、あるいは第三者のものでしょうね。はい、確かに理にはかなっています。つまりカーレスさんが最後に持っていた銃は奪ったものと言いたいのですね。しかしそれも違うでしょう。もし事実に反していたのなら、どうしてカーレスさんは私たちに教えてくれなかったのですか？それにあの人は審判ではなく決闘で名誉を証明する道を選びました。仮に目の前で人が水になるのを見たとして、なぜカーレスさんは審判では無罪が望めないと思ったのでしょう？それについてはマルシラックから教えてもらった。パパがあの時どんな気持ちだったのかはもう分かったよ。真実にたどり着いたらあんたにも教えてあげるね。ありがとうございます。カーレスさんの名誉は任せましたよ、ボス。実を言うと、不義のカーレスという名は棘のようにずっと心に刺さったままだったのです。事件から数年間が経った今も、私はカーレスさんと呼び続けています。ですが固執しすぎだと多くの人に笑われてきました。しかしカーレスさんの信頼がなければ、私は今のような生活を送れていません。スピナディロースらでの地位も、他人にどう言われようとカーレスさんはいつだって私の最も尊敬する人物、永遠に私のボスなのです。安心して、きっと真実は明らかになるから。あんただけじゃない。スピナディロースらの他の兄弟たちもみんな決着を待ち望んでる。やディエリー。おや、ナビア城じゃないか。
これはこれはどういう風の吹き回しだ。最近歌劇場で大活躍してみんなに深い印象を残したって聞いたぜ。なんだ、ずいぶんと耳が早いじゃん。俺も一応警察隊の一員だからな。それにしてもなんだその言い方、まるで俺が何かやらかしたせいでポア村長に厄介払いの出向をさせられてるみたいじゃないか。そいつはどうだろうね。何か特別な事情でもなきゃあんたの職場はとっくにここに戻ってるはずでしょ。別に戻ろうと思えばいつだって戻れるのさ。けどなんつうかポア村長には不思議な味ってもんがあるだろ。カーレスさんはポア村長を実によく管理してたんだぜ。スピナディロースらをそつなく運営してた上に俺が処理するはずだった面倒事もいろいろと減らしてくれた。それなのにここで帰ったらこんな楽に給料がもらえる職務を放棄することになるんだぞ。まあ雑談はここまでにして、そっちの二人はお前の友達かい？俺に何か用か？うん、こいつらは私の相棒でね。歌劇場の事件のことがあってからあれがパパの件と関係してるんじゃないかって思うようになったの。だから今パパの件を調べ直しててね。おお、そうだったのか。人が解けるってやつだよな。最初にこれを聞いた時は俺もかなり驚いたよ。もし当時の資料が欲しけりゃ何とかしてやろう。あんがと。あ、そうだ、あんた警察隊の警備ロボって動かせる？そりゃもちろんさ。ポア村長はでっかいからな。俺一人で手が回るはずもないだろ。なんでまたそんなこと聞くんだ。もし暴力に訴えて証拠を探そうってんなら俺は認めないぞ。いや、実はさ、つい最近町で警備ロボの集団に襲われたんだよ。しかも番号のついてない奴らにね。ね、考えてみたの。あんたが私に手を出したんなら警備ロボの番号を消せばやれちゃう話だなって、そんなこと思っちゃったりして。違う？俺を誰だと思ってるんだ。そんな大層なことできやしないさ。動かせることと完全にコントロールできることは全くわけが違うからな。そうだな、例えるならシェフに料理を注文したら料理を作ってくれるだろ。でも肩を揉んだり井戸から水を汲んだりって注文には答えてくれない。そんなデタラメな要求をしたところでシェフに変人だと思われるだけだ。相手にされない。警備ロボの場合も似たようなもんさ。だいたいお前が言った番号を消すのだって実際にやるとなるとかなり面倒なんだぜ。しかも見ただけで簡単にバレる。つまりお前らの言ってる警備ロボは個人が所有してるもんだって断言できる。しかしあれはかなり高いからな。個人で所有するとなるとかなりの金持ちか権力者に限られる。あ、ロシの商売をしてるやつだったら確かにモラをたんまりと持ってるか。なるほどね。じゃあ私がここに宣言してあげる。あんたの容疑は晴れたってね。おっと、これはこれはナビア嬢に感謝しないとな。さて、冗談もここら辺にして調査がうまくいくことを祈ってるぞ。俺はまだしばらく町にいる。もし警察隊の支援が必要になったらいつでも俺のところに来てくれ。